皆さんこんにちは、天の声です。今日は皆さんに関係のある子どもの権利について知ってほしいと思います。皆さんは嫌なことを嫌、やりたいことはやりたいとちゃんと言えていますか？一郎くんの場合はどうでしょう？ちょっと覗いてみましょう。あらあら、一郎くんたらいろんな人から何か言われていますね。あなたのためなんだから我慢しなさい。あの子はできるのに、どうしてあなたはできないの？どうせお前がやったんだろ？やってくれてもいいじゃん、ケチ。あの子誘っても、どうせ楽しくないし。そんな言い方しなくてもいいじゃないか。どうして僕の気持ちを無視していろいろ言うの？こんな時どうしたら。自分を守る何かが欲しい。例えば盾みたいなものがあるといいな。ちょっと困っているようなので、声をかけてみましょう。ありますよ。え？誰？どこから声が？私は天の声です。一郎くんの気持ちを守る盾は黄金井市にあるんです。本当？教えて。それは子供の権利に関する条例です。自分の中から何か出てきた。これは何？どういうこと？子供の権利とは、みんなが生まれた時から持っている、誰にも奪われない大切なものです。黄金井市では、皆さんの権利を大切にするルールとして、子供の権利に関する条例を定めています。暴力や価値観、意見の押し付け、あなたの時間を奪うこと、人格を無視すること、そういった嫌なことから、あなた自身を守り、自分らしく幸せに生きる権利があるのです。でも、みんなが生まれた時から持っているってことは、持っているのは僕だけじゃないってことだよね。そうです。一人一人、みんな権利を持っています。ですから、みんな、自分の気持ちを伝えていいのです。でも、みんなが権利があるなら、みんな言いたいことを言い合って、衝突しちゃうんじゃない？いいところに気がつきましたね。一郎くんの言う通りです。ですから、意見を押し付け合うのではなく、お互いに認め合い、納得がいくよう話し合うことが大切です。そうか。勝手に意見を押し付けられていたから苦しかったんだ。僕も嫌なことはちゃんと嫌と伝えてみよう。黄金井市では、皆さんの権利を大切にすること、し合うことをルールとして、子どもの権利に関する条例を定めています。はあ、黄金井にそんな条例があったんだ。黄金井市ってすごい、もっといろんな人に知ってほしいな。皆さんは、嫌なことを嫌、やりたいことはやりたいと、ちゃんと言えていますか？もしも、周りの人に言えていない、どうしたらいいかわからない人は、黄金井市が作った、子どもオンブズパーソン相談室に行ってみてください。どうしたらあなたの困ったが軽くなるのか、一緒に考えてくれます。きっと心が軽くなりますよ。